ございますおはようございますなんか今日遅く,遅くなってっていうか今ちょっとここのフィルターを拭いたりフィルターっていうかあのレンズなんか今日また変な日じゃないですなんか車がかかってんですよそいでなんか変ですよね今日でなんか一生懸命拭いてたんですけどダメですねしかもなんかここ暗いんですけど今日 これどういうなんかやだななんか何かが <laughs> おはようございます光どうしたんだろうねこれでもこここの部屋入ってないんですよ部屋にはだからこの画面の中だけ光が入るってどういう何か何かがあの光のうーんからない <laughs> どうしよう <laughs> どうしよう <laughs> これでもしょうが私だから汚れてんだと思ったんですよ今だけどなんかもうしょうがないねなんかあの何も起こらないことを祈りますけど今日曇ってますよねでめっちゃ寒いんですよなんかこれどうしたらこうなるのかねわかんないんですけどうーん今まで 1>, あの1年ちょいやってて2回二回ぐらいありましたかねあーなるほど今日新月なんですねあ虎の日なんですねっていうかどうしようかなこれすごいなんでこんなにね日にあのだってあの全く何にも動かしてないんですよねこのライトとかもうそのまま。 おきっぱなんですけどね。うーん。<laughs> 今日はなんか新月だからしかも5月ですよね。今日からね。なのでなんかあのー、新たにねあのー、心新たにやっていきたいと思いますけどなんか今日なんかスペシャル <laughs> スペシャルフィルター天然みたいな感じになってますけどどうし まあいいやわかりましたありがとうございます不思議ですねうん。じゃあなんかそれにうーん。まあちょっと行ってみますかねなんかですけどまぁ、あ、もう今月から5月からちょっともうその6月10日に向けてちょっとあのー、ギアを入れてって感じなのでそんな感じですねあのー でもなんかねその宇宙あのよくなんか宇宙ってあの例えばなんかあの宮川道子さんとかがあ,のあんまり私宇宙って言葉あ使うようで使わないっていうかあのあなんか漠然としてるからっていうかで宮川道子さんとかがなんかあの私の1分のやつのいくつかを。 即興のね「1分で宇宙とつながるピアノ瞑想」っていうふうに名前をつけてあの全部じゃないけどって言ってたんですけどそれもあの意味はあのパッとこうかあのなんていうのかな楽に頑張って瞑想とかしないで,でそれをこう聞くだけで。 あのなんか切り替わってこうちょっと瞑想したみたいにパッと入れるっていうふうに思,思ってくださってでそれを「あの宇宙とつながる」っていう言い方をしたんですよねきれいに確かにあのなんか怪し,く怪しくないってまあ怪しいかもしれないけどで,でもなんかそれから結何ヶ月か経ってるんですけど やっぱりそれがこうあってあのどっかにで宇宙って宇宙,宇宙ってんだろうってあの思い始めて思ってたんですよ思って暮らしてたんですよそれでだんだんなんか分かってきたのは分かってきたっていうかふに落ちてきたのはあのここは宇宙だったここはここがあのなんか。 なんとなく私私は地球に住んでるみたいな日本にいるみたいなで宇宙は遠くみたいなイメージがすごいなんか漠然と私はあったんですけどここ宇宙のど真ん中なんですよね私たちだからあの宇宙とつながるっていうとうっかりするとなんかあのふわふわになってなんかあの現実逃避で なんか遠い世界で宇宙で浮かんで幸せみたいな方に行きがちなんだけどあの本当にどういうことかなって考えてか観察してみるとむしろ自分の中にだから妄想が消えたらここが宇宙っていうかそういうことだなと思うだから自分とつながるみたいなねことでもいいのかもしれないですけどなんかそんなことを思いましたけど。なので バッハから宇宙へっていうのもうんとちょっとイメージが変わってきてな漠然としてたんですけどやっぱりバッハから宇宙へもタイトルまあでもまあ,あのいろいろな意味があるからいいなと思ったんですけどそれもやっぱり、うん、あのねえっ、ー、とちょっとしゃべり始めちゃったけどあのえっ、ー、とグレン・グールドっていうね あのピアニストがいてでその人っていうのはちょっとすごい、えー、と普通の,あの王道あの超,超有名で超人,人気っていうかあの歴史的な人なんですけどその王道ではないというかすごく何て言うのかなもう独自の路線をいった人で,であの根強いファンが熱狂的なファンが今でもいるんだけど。 あのも,うもうだいぶ前に亡くなっている方ですけどでその人が、えー、とその人ってすっごいもう天才ピアニストで,で世界中でこうツアーとかやってたんだけどある時期からあのパタッとその表に出るのをやめてでカナダの,その人のいないような、ね、大自然のところで一人であの動物たちと。 あのずっと暮らしてでそこであの録音ものすっごいあのレベルの高いあのレベルの高いあもんなんか変な言い方ですよねその自分の世界を追求しただから例えばバッハとかベートーヴェンとかの常識的な解釈とかをあのただパンクで壊すみたいじゃなくてそて研究に研究を重ねた結果の解釈として。 なんか度肝を抜か抜れる解釈みたいなあのみんなが思ってるのとありえないぐらいゆっくり弾くなんかあの熱情そなたとかいろいろなんかそういう物議をどんどん物議をかぶをかもしてた人なんですけどでその人の場でもなんかまあそういう根強いファがいる人なんだけどあの結構有名な話だから皆さん知ってるかもしれないけどちょっと前の話だけど。あの なんだったっけ宇宙探査あのなんか「ボイジャー」ってありましたよねあれにであれってなんかあの、えー、と役目が終わったらいろんな探査が終わったらあのそのままみんなあの宇宙のどっかに永遠にあの宇宙を漂うっていうか地球から離れていくっていう軌道に乗ってて途中でもう拾えなくなっちゃって。 であとはもうなんか任せたってなっちゃうじゃないですか。でそれにあの地球と離れていく離れていくっていうかあの時にもう地球を全くこうあだからまあどっかで宇宙人に会うかもしれないってだからそんな科学の先端の。 人たちだだっっっててそんんななこと言って思うやっぱ思うんだなでもね無限の広さのところに出ていくと思ったらやっぱりね地球があるんだからなんかないわけないと思うけど、まあ、でそこに地球の情報を載せてでだどっかに行き着いて誰かがそれをあの開けたらっていうかどっかに不時着かなんかわかんないけどとにかくそのそういうなんか。あの 地球の情報を搭載した。なんかゴールドディスクっていうのか、何かよくわかんないけど、何かを乗せていってるんですよね。で、そこにあのグレングールドのバッハの平均律っていうのが選ばれたんですよ。地球の音楽とまあ、他の音楽も入ってるけど、っていうので、なんとなくバッハが宇宙にずっとこう。旅してるみたいなイメージがあって。 もうちょっとあったからそういうタイトルにもなったかもしれないけど結局宇宙ってここだからあのバッハから宇宙へっていうのは遠くに行くわけでもないんだなと思ってそのまあねなんか多分バッハがあのすごく普遍的で何て言うのかなエゴじゃなくてその自然って とかかなんかこの宇宙,そう宇宙の摂理っていうかあのー、それにそれにもうめちゃくちゃのっとってるもの作品なので多分どこで誰と出会っても何かそこにこう共通するものがあるって思ったのかもしれないんですけどだからそのまあ宇宙って言ってもそうだしそれからその私たちのなんか こうそっちも受け入れれてくれるんですよねだからあのそれこそちっちゃい子供のための曲もあるしあので子供のための曲があるからっていうわけじゃなくて何て言うんでしょうねあのす全てをないあのだからやっぱ宇宙っぽいっていうかあのいいも悪いも何も全部そこにこう。 全需要じゃないですか宇宙ってそこに存在させてくれてるっていうかだからその多分何をぶつけてもだからジャズをぶつけてもあの、えー、とその自然例えば鳥の声とかそういう自然の音をそこに重ねても,もう何らなんかあの痛くも痒くもないっていうかそういうね別格の作曲家なんじゃないかなと思ってるんですけどそんな感じで。えー、と <laughs> バッハから宇宙へをなんかあの押していく期間になりますみたいな今日から。ということでなんかあのこっち見ちゃうとないんですよね光がそれであのだんだんなくなっていくかなそれであ,のあれなんですよあの曇りなんですけどまあなんかあのじゃあちょっと行きたいと思いいまますすお願いしますありがとうございます。 終わりましたありがとうございましたなんかあれですねまだな中はないですねこれがこれが消えないうちに終わろうかなとかでもちょっとずつあれかもしれない。でもまあなんかどうですかね今日はお天気あのどうなんですかねわかんないですけどそんな感じの朝ですねなのでなんかなんかなあのまあねそれでそのなので <laughs> さっき先に話しちゃったんですけど、あの結局宇宙はここだなってことですよ。ここ宇宙のど真ん中ですよね。だからあのなんかね最近いろいろいろんないろんなあのたまたま出会うあのなんかあのとか思い出すとか映画とかそう舞台とかなんかがすごい 構造がっていうか何か似てて似ててっていうかあの面白いあのあので昔の昔みたいなやつとかもあ確かにと思う,思うのが結局なんかあの今,日今日言われたり言い始めた長くなっちゃうからあれですけどあのでもまあ宇宙さっきねそのなんか話が,話があれしますけどなんか今日ちょっとフィルターかかっちゃってて天然ので。ここすごい今日 曇ってて暗いんんんだけどな,んか,なんか違うんですよ画面がそれでそれはそれで,なんかあのでじゃあ,まあ今日5月今日新月なんですってでなんか今日からスタートっていうことでなんかもうね私は私は私的なその課題は6月10日に向けてちょっとやんなきゃっていうあれなんですけどでタイトルの「宇宙へ」っていうことでその宮川美智子さんもなんか1分間で宇宙に繋がるとかっていうのを 私の、ね、瞑想でそういうのをうあピアノがとかっていうのも、えー、と宇宙って何だろうって自分で考えてなかったから後から腑に落としたいって感じでなんとなく考えて暮らしてるうちに結局宇宙ってここだってことになってってか分かんないけどでもそのすごいここは地球で宇宙は遠くみたいなイメージだったけど。 よよく考えたら、ここ宇宙のど真ん中ですよね。その自分がいるど真ん中っていうか宇宙はどこい,いる場所がど真ん中なんじゃないのか分かんないけどそれで、まあ、ど真ん中じゃなくてもいいんだけどここがうそのいろんな,あのなんあのど真ん中とも言えるしあるいはなんかその自分中心みたいなあのエゴが落ちたらもうここは本当に。あの 宇宙っていうかになっちゃうと思ったんですけどでそのなのでバッハから宇宙へって言ってもなんかこうふわふわあのなんか天とつながるみたいなことではなくむしろあのグラウンディングっていうかその自分の内側とかそか族とか族と言われてるところとかとあ,のある意味あの。 ちゃんと繋がっっててる人っていうかその人っていうか、まあ、そういうなんか包容力があるっていうかあの何が来ても痛くも痒くもないっていうかジャズが来ようがっていう話をちょっとしててそれであのその話とまあ、まあ、あんまり関係ないかもしれないけどあの最近思ってるのがあのほんのなんかほんのなんていうのかなあの そのパラダイスとか、えー、と成功とか幸せとかあのー、なんかそういうこう漠然としたその目指してるやつってあの、ここのこ,ここのあの、なんかここがダメでどっかみたいなものすごいあのー、なんていうのかな肯定をえな,ないといけないとかってなりがちだけど。あのー 1>, 1ミリぐらい1ミリぐらいあの動いてないんだけどえっ、ー、とね何て言うんだろうな本当に些細なあの結果的にはあのそやっぱりなんか青い鳥はここじゃないけどその違いなんだろうなっていうなんかでなんでそそのよく言われてることだけどそのやっぱりなんかいろんなストーリーを作る人ってすごいなと思って。その すごいようやくするとその私が今なんか共通するなと思ってる話ってあのまあなんか現実がすごいもう行き詰まってるとか、まあ、不幸とか大変ってなんかあのいいことがないとか、まあ、とにかくよくないっていう現実にいてでそっからあのいろいろあるけど、まあ、夢の中でもいいしそれからどっかあのなんていうのかなあの 時空から一瞬こう違う時空に出ちゃうでもいいしそれからなんか,あのなんかいきなり幻想のストーリーとかに行っちゃってもいいしなんかありえないことが起きてもいいんだけどあのそういう現実があってそれからいきなりスコーンってどっかに行ってでその主人公とかそのなんかあの周りの人たちがあの別の役になってっていうかそこでなんか。 高等無けっていうかありえない話が起こってそこに巻き込むでも夢ってでも本当に夢ってそれなのかもしれないけど本当に夢の中ってありえるじゃないですか何で私がビルからビルに普通に飛ぶんだみたいなこととか別に夢だったらあの普通っていうかじゃああっちのビルに行こうかなって、まあ、あんまりないけどとかあのあのあのそこにライオンがいるわみたいな世界とか普通に夢ってあるじゃないですか。なんかそういうい ところに行ってそれでなんかその現実の世界ではあのありえない自分になって大活躍するとかなんかあの結局それがなんかなんていうのかなあの押し殺してた自分なのかもしれないけどでなんかそのどんどん敵を倒していくとかなんか現実ではひと言もなんかあの。 あのいい絵がしたことも言えない人がそ,のそこの世界ではあの悪を恥からさばいていくとか何でもいいけどなんかすっごい事件が起きるとかとにかくなんか何かこうだ大きな一大ストーリーが展開してで戻ってくるあの目が覚めるとか。そその時にあのそこでいいっぱい人 ななんていうのかな倒した経験とかそれからズバッとこう何かこうあの自分の自分をこう確立してた経験みたいのがあの残るんですよね残るってかなんていうのかなイメージ記憶っていうかそれでその全く同じ現実に帰ってきた時に本当に些細な本当に些細なだから例えばな,なんだろうあの 私はこれが好きですって誰かに言うとかそれが言えないかったのがだからそのぐらいのとかあのー、めっちゃささい、あのー、とか、あのー、なことで、あのー、その人の人生はひっくり返るんですよ。でもそ,のぐらいでもそれがすごいいななんかかわるなっていうか ちょっとあの説明しにくいかも分かりにくいかもしれないけどかつまりなんか幸せとかなんとかって本当にさちょっとしたこうか何だろうあの、まあ、だから、まあ、あのあの大きく動くと通り過ぎちゃうっていう感じかなあの本当に微細なこうずれであのでも例えばなんかちょっとピアノとかそういうのでも上手いあのえっ、ー、て。い 1>, 1回の演奏であのうまくいくいかないってあの何でもあのそういう,なんていうの演技的なものってあの例えばフィギュアスケートとか見ててもすぐなっちゃうけどあの有名な人のってみんな視聴者も大体プログラム知ってるじゃないですか。それであんんななにになか,かったののでこ,のこのあのちょっと あ 1>, 1日置,置いたらとかあるいは何か？3分後にもう一回やったらとかその疲れてるとか、そういうんじゃなくてありえないほど。とかそのチャ,チャンピオンだった人がある。試合では全なんかジャンプがあの失敗するとかいう。総崩れするのってよく見るじゃないですか？それってなんかあのー、そうピアノとかやってるとすごい。普通っていうかわかるなと思うんだけど。ああいうのはこう派手にこう。 成功失敗が目に見えるから、あのー、こう視聴者もその差がすごいのが分かりやすいけどそのピアノとかでもよく、あのー、同じだって同じだっていうか一回聴いたらもうそうだって何て言うのかな例えば誰かが、あのー、あるピアニストじゃピアニストがそのある曲を弾いてで次のコンサートでもそれを弾いたとしたら。 えもう聞いたから分かってますみたいなのとかあの別にそれなんていうのロックとかなんでも、あのー、同じだって思ってるってかその同じパフォーマンスが常に一回できたらもうできるみたいにな感じの人が結構いるような気がするんですけどじゃなくってもう毎回なんかこうゼロリセットっていうかでその,でそのうまくいくのと。 だからなのでそのそんな感じであのえだからその、ま、流れっていうかな,なでただそのダメな軌道に行ってもあの力技でなんとかあのなんとかその例えば見れる演技とかあの形は整えたらすごい大感動までいかなくても。 っってていいうところには持っていけ必ず持っていけるのがプロなんだと思うんですけどで,、まあ、それはそれでもだからそのやっぱりた多分っていうかあのお芝居とか見ててもそれはそうですよねあのだから絶対にちゃんとあるクオリティは保たなきゃお金もらえないしであのそれでそれの感動は呼ぶけれどでもやっぱり10回あったら10回の1回ぐらい。 あの本当にこうハマうねりが生まれるっていうかそのだから、えー、とそういうねあのいい軌道っていうかであ,のありえない感動みたいなところにこうお客さんもやってる人もっていうのでうわーっていく時ってあってでその差は絶対あ,あるけどでもそれを言っちゃうとそこにはまらなかった人。 そこに来なかった人には悪いからあんまり言わないかもしれないけどそういうのってあると思うんだけどその人生も結構、あのー、そのぐらい微妙な、あのー、微妙なところで天国と地獄っていうかだからなんかあのー、えっ、ー、と外れる っていう心配もあるけど逆に言えばあのいや絶望してる場合じゃないっていうか 1mm で天国にこうスッって入れる可能性もあるって思,う思いましたっていう,か思う思い思うんですけどやっぱりそれを言ってるあのな,な,んでなんでそう思うかっていうとあのそ,うそれを言ってる人いっぱいいるなとあのそうじゃないやつも何て言うのかな。 あのハリウッド映画的な,なんか突然お姫様になって、えー、とその何て言うのかな「古事記」からなんか王様になって支配者になって終わるみたいなあ,あ,のあからさまなこうあの変わるとかあとなんかなんていう大爆発してなんかなんかひっくり返るとかでそこで終わるっていうのも多いけど。そう そこのれは何、えー、て言うのかなそうじゃないやつもそうじゃないストーリーも多いっていうかそしてその本当に些細な一歩が変わったことで展開していく世界がバーって広がるとあの何のなんか多分その作為なく綺麗になんかその人のだってそのそれがまあ青い鳥っていうか。 そんな感じだなっていうのをすごい思って、すごい思ってなんかなんですよね。だからなんか例えばそうするとなんかそういうそういうお役には立てるかもとか立ちたいなっていうかあの例えばなんかだからまあ瞑想とかもそのリセット リリセセッットトっっていうかリセットですよね瞑想ねあのだからそんな感じあのまあだから自分に対する思い込みが変わるっていうだけのことですかね自分の夢その夢の中でとか何でもいいけどそのありえない自分に一回出会うと。 結局その前の地獄だと思ってたとかうまくいかないと思ってた世界が展開してるのは些細な自分の一言とか一歩とかのからスタートした世界だからそこそこそれだけのことっていう感じなんかでもそれが言えないとかあるのはすごいわかるけど。 それを一言言えるるようになるのって例えば何,何だろう分かんないけど言えるとか何かあのなんて言うのかなその行動を変えるとかってあの例えば私とか何かなんて言うのかなあの悪いから悪いからっていうかなんかあのこう全然言うこと聞かないから。 なんかなんかサボるとかなんか罪の意識なくなんか悪いことしちゃうというような気がしますけどそういうのも本当にこうあのできない人はできないのってそのちょっと例えが悪かったけどでもそれってあの私から見たらそんなの簡単じゃんとかあとそのえっ、ー、と。 何か,ななか自分を縛ってる系の人とかでもとかあと自分に対するイメージでなんかあの何て言うのかなやっぱり例えば例えば歌が歌いたいって思ってて歌えばいいじゃんって歌ってる人からしたらとかピアノが弾きたいと思ってて弾けばいいじゃんだけどその人にとってはものすごいなんか何かがあって私なんかとか。だけどそれはあのー こっちからら見たら歌えばいいいじじゃんじゃないんんなですよねでその人が歌うためにはその一回例えばそのお芝居で行ったらその何でもいいけどあ,あれ,あれあのちょっと今度言おうと思時間かかるか言ってないけどその、えー、とこの間見てきたひろこの間っていうか何回か見たんですけど「広島ジャンゴ」っていうあの天海祐希さんと。 八島さんの奥さんの京子ちゃんが、あのー、結構その天海祐希さんとすごい絡むっていう役で、あのー、大活躍のがあってでそれとかもそれもそうそれもそういう話だったけどそれこそ何も言えないっていうか人が一回いきなり西部劇の世界に出てしまって。 それでなんかあの悪者をなんかまあいろいろあるけれどいろんな葛藤あるけれどもう悪者をなんか倒,倒しまくるんですよ。でそ,そこまでやってそれでもうなんか満身創痍になって自分も撃たれたり、まあ、もうもう死ぬほど面白かったけど自分いろんなことがあってそのストーリーを経てで現実世界に帰ってきた時に。 小さな一歩が踏み出せだからそのそれで世界が変わる見える世界があの檻の中に入っていた人が檻から出るんですよねその一言とか言えるっていうだけで,でそういうのって結構あるなと思ってでだから逆に言えばその。 本当になんか全ては微細な中にしかないんだと思うんですけどその微細,細だって言うけどその微細があの一番大きいっていうことですかね一番大きいっていうかなんかまあそんなことをね思いましたけどちょっと伝わらないかもしれないけど伝わって伝わあのち,ょっとちょっと新しい感じちょっとだからなんかちょっとなんかね変わあの新しい感じになりましたよ。それと あのー、この間のも、えー、となんだったっけえー、とそうですねその「それはそれ」っていうやつなんかその全部がちょっとこ今の話とちょっと違うきっとつながるんだけど全部が、あのー、一つって思ったそれ、ね、なんか変な話じゃなくて。 あのー、例えば、あのー、一生も一つだし一生って一つじゃないですか絶対に何か明日の人生とかじゃなくてどう考えてももうノンストップでつながってて一つじゃないですかだから、まあっっていう中に入っちゃってるとも言えるし長いとも言えるけどとにかく一つで今って言うけど私は私の人生をきい 生きてるっていう意味ではずっと同じっていうか今も私の人生の端っことか未来大きくつながったなんかの、まあ、この辺が今って言っててこの辺が未来かもしれないけどとにかくそのじゃ未来と呼ぶなら未来の端っこを今生きてるわけだし全部こうだからえっ、ー、と,い、えー、と一生とかもあのー。 一つのものをこうプロセスをこう順番に述べにしてでも時間ってそうだから本当は時間も空間もないけどそれだと「あっ,っ!」て終わっちゃうからやっぱりなんかちょっと開いてみたいよねみたいなあのなんか例えばあの箱にこうちっちゃいちっちゃいんだ箱になんか。 入ってます、ぎっしり素敵なものが入ってますって言われても「あっ」って持ってるより一回出して全部延べにして何入ってるか見たいよねみたいなで、そこをなんかあの恐れがすごい大きかったら「歩くすごろく」みたいに「何入ってんのかな」って全部いろいろ触ったりやってみたいよねみたいな感じで「こうあっ」っていう中に人生が入ってるっていうかな何でもいいけど時間が入ってるってなって。 一つだってじゃないですかそうすると全部がプロセスだから通過点だからあの全体の一部だからでだからそうするとその失敗とかなんか引用がないっていうか失敗ってあの何て言うのかなそこで終わってないから失敗って言いながらもうどん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 進んでいくわけじゃないですか。だからそそれ別にその バイブレーションに過ぎないっていうかそので過去を見れば絶対全部そうじゃないですかなんかあの大体はなんかあ良かったなっていうことはあの日にあれとあれとあれを失敗したから学んだとか、まあ、失敗とは言わないかもしれないけど大体はその前になんか伏線があって自分のなんかああそうかあれがこう出たかみたいなことしかない。 終わららないから続いていくかか続てくだからなんかっていう風に思うとなんかびっくりするほどなんかあの引きずらなくなるとかそのあの時ああすればっていうか別に今じゃあどうすればいいかだけじゃないですかそれを今それをどう使うかだけの話だからあのそんな感となのでなんかっていうのをすごい思っ 思思うかなと思って本当に全部プロセスですよねだからちょっとねなんかね動体視力じゃないけどやっぱりなんか動いてるものそのなんかあのだからやっぱり頭じゃないんだと思うんですよねそのさっきの,あの 1, ミリ1ミリの差で天国と地獄に分かれるみたいな。 怖いいももああるるけどあのめっちゃゃチャンスでもあるじゃないでじなすかそれ起死回生ポイントじゃないけど1ミリちょっとの,あの全員になんか今この瞬間にあのなりたい自分の言動をするっていうかなりたいなりたい自分があるとしたら今今自分と今の自分が嫌だったらじゃあその人が。 その人がやることを今選択できるるかみたいなな話になるゃでもそれってめっちゃ微細で誰かのいやあの一番大きいの私とかだと嫌です嫌ですって言えるかどうかやっぱり嫌ですってあの言える人は言えるけど言えない人は言えないけど嫌ですって強さですよあの,あのやっぱりなんていうのかな あの別に嫌、えっと、って、えっと、全てをなんか嫌だって言わないのってあの相手に対する親切でも何でもないからでもそれこそ検証していくと面倒くさいやって言って私は自分はこうだなとかそのきっとこれがいいだろうなとかそれから私はこうしたいなとかあった時に。 面倒くさいなと思ってとかそのあるいはその人に気に入られたいなとか思ってそれを飲んででその人その,そのままそれで行っちゃった場合に何かトラブルになったりなんかその相手の人も困ることになったりしてやっぱりあの時言えばよかったんだみたいなことって結構あるけどあので別にそれを押し通すんじゃなくて。 それで嫌ですとかこれですって言ってそれであのそこであの相手と相手とかその状況によってそれがあのうまくいかなくてもとかそこが採用されなくてもそれをあの表明した時点でなんかな自分と折り合い自分に誠実っていうか何て言うのかななんかそのそこでそこが何て言うのかな解消される。ちゃう ってことってあるじゃないですか。だからそのぐらいのことですよね。そのぐらいのことだけど、あのー？それで変わってい変わっあの？世界が変わるっていうか、そのおり折りって自分があのー。入ってる？檻ってそんなもんだから、結局自分っていうか。自分。自分で檻に入れて自分で出れないみたいな。 鬱陶しさみたいな感じなんじゃないかなっていうのも最近思ったかなとかちょっと微妙な話だけどでもなんかそういう違いとかね思いましたねそうそ,そんな感じだって全部あの今この瞬間は自分で決められるですよ本当に今だけはだから それもなんかあれと思ったことがあってその例えば、あのー、例えばその私だったらピアノで言うとピアノじゃなくてもいろいろだけどその、えー、とさあ弾こうってなった時になんかそのいろんな教えとかそれからなんか、えー、と見本みたいないろんな演奏とか。 あの有名な人の CD の音とか常識としてっていうかそのだからグレン・グールドと真逆ですよねあのそういうの全部捨ててゼロからグレン・グールドはその解釈し直した人だけどそうじゃなくてわーっていろんなこうあるべきだっていうのがあってでランキングみたいのがあってそして弾くっていう時にその自分のなんかあの低次元ぶりっていうか。 それでその練習して誰もいない時の話ですけどそれであのその中でなんかなんていうのかな本当になんかこう穴があ,あったら入りたいというかっていうか,いうかなんかああもうなんか本当にやるべきじゃないよなってこう必ず思うわけです引いて練習とかしてね。それでそれれででだけどあの だけどそれははここにはないんですよねそので今ここには何があるかっていうと何もなくてただ誰も弾いていないピアノと私しかいないんですよだから例えばそうじゃなかったら紙とペンを持ってる時にそこには紙と私しかいなくてその別に、あのー、誰が何言うとか。 あの誰かに盟友するとかでもそこにはなんか本当はだから全ての瞬間本当はなんか完全自由じゃないですか別にその何を言うかとか何を弾くかっていうの当たり前なんだけどそこ,そこがなんかすっごいやっぱりなんか檻に入ってるんですよねでだけどあでもよく考えたらあの良くも悪くも。 そのいろんな歴史的名演があるにしろ何があるにしろここにはないしここにはないしで私が今引くっていう場にはことが今起きてるっていうことはあの今この瞬間この世界において私は神っていうかだって世界を私のせしょうがないじゃないですかなんか嫌でも何でも。って言った時に。あの どうううししようもなないいいっていうかかこれしかできないとしたらどうしようもないものをなんか責めてもしょうがないっていうかなんかそなんていうのかなんか不思議な感じになったんですあ自由じゃんみたいなそうなんですよ本当はだから別にそこで猫踏んじゃった引いたっていいんだし自由なんですよねまあまあ即興とかやってる時点でもだいぶ だいぶ外れてますけどそれでもやっぱりその型がねある曲とかだとそう思,い思ったけどそんな感じですかねそれがなんか最近のちょっと今日光が差してるからなんかちょっとちゃんと誠実になんかさ最近のなんか私の,あの報告をしてみましたけどなんかあのちょっと上手に説明できないけどだんだんなんか説明あの できるようになりたいいと思いますけどそんなもんなんだなってそんなもんっていうかあのそんなもんだと思いますなんか分かんないけどあのまあ一言で言ったら「まあ、青い鳥はここにいる」っていう「ここに」っていうかささやかなんですよささやかささやかってささやかじゃないんですよ。逆に言えばなんか あのものすごい派手な華やかなことがあの起こっても何て言うのかな大不幸ってこともあるんですよね何て言うのかなそのこっち次第っていうか檻に入ったまんまねどんなに成功したってそんな感じだしでみんな言ってること当たり前の話なんですけどちょっとまあ,あの実感としてねなんかちょっと思ったなっていう話でした。 ではあのー、終わりたいいと思いますなんかねえこれもうまだ指してるけどここにはないんですよここ暗いんですよめっちゃなのでなんか分かんないけどなんかとりあえず光に感謝っていう感じであのな、ー、なんなんでしょうなんかちょっとこれねあれなあのー、この前もなんかまあ誰かの命日とか の時もあったし、四十九日の時もあったし。後からね聞いて、だからなんかそういうやつだったら、誰まあわかんないです。まあいいや、なんかあのでもなんかあのきっとこれを見た方はいいことがあります <laughs> ということで <laughs>、あの終わりにしたいと思います。ありがとうございました。え今日は五月一日新月ですね。 あの今日,日 WTEE さんがあのあれですよね瞑想会やるんですよねあの新月のカナダからですよありがとうございましたなのでなんかあのもしご興味ある方はなんかあのアーユルベーダのねあのお話 お話はしてくれるかわかんないですけど毎回違うんだけど新月と満月かな,なんかずっとなんかなさってるそうですよあのコロナになってからねでもコロナになってから世界が狭くなった気もしますよねあのオンラインでねそんな感じでしたありがとうございましたではえっ、ー、と今日が素敵な一日でありますように、えー、素敵な5月にしましょう ということで、素敵なゴールデンウィークにもしましょうということでした。ではまた明日の朝にありがとうございました。ありがとうございます。志保さん、じゃあ今日、<laughs> 今日頑張ってくださいみたいな感じで、じゃあ終わります。失礼します。